はい、どうもまよえです。前回サラダパンとかのご当地パンをご紹介したんですけど、なんとですね、街歩いてたらガチャポンでサラダパンのスクイーズがあったので、それをなんか5種類あったので、どれが出るかわからないからやってみたんですよ。そしたらサラダパンじゃなくってこのトミーズの暗色が出てきました。でこれをその投稿したんですよね、 TikTok とかに Twitter とかに。そしたらこれ美味しいよ、食べてみてみたいなお声があったので、この前大阪京橋セブンデイズでライブをした際についでに三宮の方に行ってきました。でそこでこちら買ってきました、トミーズ焼きたてのパン、トミーズ。せっかく行ったんでたくさん買ってきました。そうこちらですね、トミーズ暗色、サイズ全然違う、これスクイーズね、ガチャポンのでっかいどっしりあんこたっぷりみたいな、すごいね、食べるの楽しみです。さらにいくつか買ってきました、これだけ買ってきました、これにプラス暗色だね。では早速いただいていきましょうっていうことで、たくさん2489何しよう。なんかすごい気になったのが、あーイソッペなんです。なんだろう、こういう段があるじゃん、2個ついてる、あれめっちゃ好きなんだよね。そんな感じなんかな。ではいただきます。あの団子のやつはパンになったって感じ、もちもち食感のもちシュワーみたいな、中にいっぱいごまが練り込まれてる、甘じょっぱくって美味しい。それに似たこれも買ってきたんだよね。いただきます。これ好きなやつだ。あのスーパーとかでさ、細いスティックのさ、もちもちごまスティックみたいなやつあるじゃん、なんかポンデチーズみたいなやつとか、それのごまバージョンのまんま、なんかそれの分厚くなったみたいな。私好きなやつパン買うときなんか選ぶ、美味しいよね。続きましてこちら、キリンのクリームチーズが入ってるらしい。中に入ってる、ドーンって入ってるね。いただきます。生地との相性バッチリ。もうキリのクリームのなんかブワーッてブワーキリのクリームとこのふわふわな生地がすっごいマッチしてる、めっちゃ美味しい。ミルクデニッシュ、優しい味わい、口の中に淡くミルクが入ってくる感じで優しい。本当にスタッフおすすめって書いてた。こちらレンコンパン、なんだろう、だし香るレンコンのシャキシャキと、だし香るんだけどなんかベーコンもいるんだよね、あ不思議。でもすっごく美味しい。なんかサンドイッチのレンコンバージョンも売ってた、それは買わなかったんだけど、このレンコンパン美味しいな。続きまして豚のスパイシーパンみたいなやつ、どっからかぶりつくかな。レモンっぽい爽やかな風味が一気にふわって広がって、ね、豚トロだけにこう脂身のある豚が入ってますね。一口噛んだ瞬間、おっ
ってなるね。これも美味しいな。じゃ、普通に自分が好きなものが入っているから買いました。ソーセージとブロッコリー。プリップリのソーセージが美味しい。あんの芋パイ、贅沢に真ん中から。まるで焼き芋だ。なんか焼き芋をほぐしてそのまんま入れたみたいな。でバターと、なにこれ、美味しい。見て、わかるかな。芋の皮、さつまいもの皮まで入ってる。え、絶品、全部絶品だね。ラスボス、いきますか。ラスボス。どうだね、どう。うわぁ。切る。どう切ろう。氷がいいね。あ、来た来た。これだ。ここ。芸術的。これがトミーズの暗食。甘さ絶妙。甘すぎず。ちょうどいい。で、粒あんだね。焼いてみましょう。はい、焼いてきました。なんか匂いがやっぱり。香ばしくなったのと、いい匂いだな。あんこの甘さで、どれぐらい焼けばいいのかわからなかったので適当に焼いてきました。表面がちょっとパリッとするぐらいに。ではいただきます。さっきとは全然違う。さっきはしっとり食べれるんだけど、こっちはさっくり、まあ焼いたからね。なんかよりパンの風味を感じる。焼くとすっごい粒あんがぎっしりしてる。はい、いかがでしたでしょうか。トミーズのパンたくさん買ってきたんですけど、これで2000円もいってないの。すごくない？こんなに買ってだよ。こんな大きいのも入って2000円もいってない。素晴らしい。なんか一つ一つが安いんだよね。なんか200円未満で買えるっていうか、ちょっとまあ200円超えるのもありますけど、それでも1個あたりが安い。70円のものもあったり、安い。こんなに美味しくってあんなに安くて、すごいおすすめなので、ぜひ神戸行った際、トミーズのパン買ってみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。おつまよー。パンに囲まれ幸せやー。